僕テディロイドは2008年に始めたソロプロジェクトでフレンチエレクトロというジャンルで最初始めて、2008年にマイスペースという SNS サイトに登録して、最初カニエ・ウエストのリミックスとマイケル・ジャクソンのリミックスを発表して、それが 2,3 日で数十万再生になって、僕も朝起きてコンピューターを覗いたら自分の曲がもうすごいいっぱい再生されて、そこからいろんな方に曲を聴いていただけるようになって、今では DJ だったりとかサウンドプロデュースを軸としたアーティスト活動をしています。2歳の頃からエレクトーンをやっていて、ずっとそういう音楽をやっていた中でコンピューターにも小学生の頃から触れていて、そのパソコンで見た、ヒップホップのヒューマンビートボックスって言って、この口でドラムの音をやる動画を見て、もう衝撃的で、こんなになんか自由な発想な音楽があったのかと。それがヒップホップとの僕出会いで、その後、フレンチエレクトロって言ってダフトパンクとかジャスティスとかそういうのに影響を受けつつ、今のこういうのテディロイドになってる感じですね。やられる前にやるっていうのが好きで、なぜかっていうと、今のこの EDM のシーンって、もう先にテクニック、この曲のテクニックをやられたら終わりっていうのがあるんですよ。そのベースの音にしろ、シンセの音にしろ、こっちの方が新しいだろうっていう気持ちで、はい。こういう DJ プロデューサー系のリードアルバムって、結局はなんかボーカルをフューチャリングして、歌詞をフューチャリングして、そういうアルバムが多いんですけど、僕はそういうアルバムじゃなくて、プロデューサーだったり、そういうもうこの人としかできないことっていうのをやりたくて、今日もここもスーパーポテトって僕のすごい大好きなゲームセンターで取材させてもらってるんですけども、中田泰孝さんと僕共通のゲームの実は趣味があって、それと、もうなんだろう、音楽シーンを変えてやるっていう、そういうタイトルからゲームチェンジャーズっていう曲を作ったんですけど、コウさんも僕さ、すごいずっとやりたかった、最も注目していたラッパーで、同年代なんですけど、そのコウさんとももクロのアーリンさんが一緒のアルバムに入ってるって、今までなかったことだし、やばいと思うんですよね。新しいことって僕いつもやりたいんで、それができたのが、世界に同時ライブやりたいです。パリだったらパリ公演、日本だったら日本公演みたいなの、今だったらネットで全世界に配信できたりとかするので、いろんな会場で同時にライブをやるっていうのを個人的にはやってみたいなと。